こんにちは、デリッシュキッチンです。水晶鶏のみぞれだれを作ります。鶏むね肉1枚は皮を取り除き、一口大のそぎ切りにします。鶏むね肉をボウルに入れ、酒大さじ1、塩少々を飲み込みましょう。そのまま10分置いておきます。キッチンペーパーで鶏むね肉の水気を拭き取り、片栗粉適量を薄くまぶしましょう。大根5センチはすりおろし、水気を軽く絞ります。水 400cc を鍋で沸かし、鶏肉を入れて弱火で5分茹でて取り出します。氷水で5分ほど冷やしましょう。茹で汁に3倍濃縮のめんつゆ大さじ5、おろし生姜小さじ1を加えて混ぜましょう。煮立ったら大根おろしを加えて混ぜます。粗熱を取ったら鶏肉にかけ、細ネギを散らして完成です。